久保さんスーファミの変換ケーブル届いたの変換の機械届いたんですけどやったんですけどダメですね何が悪いのかスーファミ本体がダメなのかケーブル変換ケーブルがダメなのか問題がわからないって難儀ですね <laughs> どっちが悪いんだみたいなまあ,あのアナ,アナログジャックのテレビがあれば、うん、それ映してできるんですけどアナログジャックの ケーブあのテレビがないんで、HDM 変換するしかないですよね。<laughs> うん、何が悪いの本体が、でも本体は電源ついてるんですけどね。ちょっとまた、ちょっとケーブル買うしかないかな。ケーブル買うか、アナログの端子3つついてるやつ買うか。<laughs> いやーね、買いたくないですよ、それは。まあちょっとケーブルもう一回買います。なんか違うの。はい、変換の。 でまあ、今回はね、あの、掃除ができないのは自分のせい。掃除ができないのは自分のせいと。あの、まあ、この前大量にね、買い物をして、で、それをブワーッと開けたんですよ。で、ブワーッと開けたら、まあ、それはゴミだらけになりますよね。で、そのゴミだらけのやつをインスタのストーリーにアップしたんですよ。で、その後僕掃除してめっちゃきれいにしたんですけど、で、そのビフォーアフターをインスタのストーリー投稿に流したら、 また関係ないですね <laughs> うん。まああとね、前お客さんにそのゴミ屋敷に住んでますみたいな人いて、なんかその病気だからゴミが片付けられないんですみたいなの言ってたんですけど、まあそのいろいろ言ったんですけど、まあ結局自分のせいですね。だって、ゴミが出ました。捨てればいいだけじゃないですか。じゃあその捨てるっていう行為は、 家庭の環境が良くないと捨てられないんですかまあ100歩譲ってねゴミの収集があの月に1回しかありませんとだから月に1回しか収集が来ないからたまるんです、まあ、それは100歩譲ってまあ分かるっちゃ分かりますね1回しか来ないからでも1回しか来なくて困るからじゃあそのうん車に積んでねあの大元のその 燃やしてるところの工場まで行って捨てるっていう方法もあるっちゃありますよね。うん。まあたい週1ぐらいで来てくれますよね。ゴミや、ゴミ収集車って。うん。だから捨てられるじゃないですか。うん。捨てればいいですよね。<laughs> じゃあ、なんだろうな。うんジュあの自動販売機でジュース買いました。飲みました。空き缶出でますよね。え、それ捨てないんですかと。ずっと持ってるんですかと。え、ずっと持ってんの ペットボトルでジュース飲みました。それずっと持ってるんですかいや、僕捨てられないんです。家庭の環境が悪くて。ゴミ屋敷だから僕捨てるのダメなんです。とか。いや、捨てるでしょ。ねえ。あの、なんか空き缶のあそこに。だそれが外なのか、家なのか、どこなのかっていう。別にそう関係あるっていう。捨てる、捨てるということ自体は別に関係ないじゃないですか。うん。だから何な,なんですかね。だからそのゴミを片付けられないっていうのを、 病気のせいにしたりとか、まあ家庭の環境のせいにしたりとか、結局は後、まあ久保さんの言うとおり後付けだと思うんですよね。邪魔だと思ったら捨てるじゃないですか。だって邪魔ですよね。ジュース飲んで邪魔ですよね。ずっと持ってんですかって話で。ポケットにあの、あの <laughs>、はい、ポケットでずっと入れてんですかみたいな。いや僕捨てられないんで、ポケットに入れますみたいなね。なかなかね、ファンキーっすね。いや、それはその外と言えば違うじゃないですかと。一緒ですよ。 だってゴミ箱を買えばいいじゃないですか家にゴミ箱を捨ててゴミ箱のたまったらそれを捨てればいいじゃないですか <laughs> 一緒ですよね、うん、だけど何なんですかねなんかそれを理由にみんなしちゃうんですけど、まあ、できない理由を並べるっていううん だか確かにまあ、めんどくさい部分ありますよ、掃除っていうのは。でもそれめんどくさくしてるのも自分じゃないですか。例えば、ほこりもそうなんだけども、ほこりもめっちゃ溜めると、それはもうなんか難儀になってくるわけですよ。だから僕あのこ、あの、なんだ、年末ちょっと1個やろうと思ってるところが、もう5年間ぐらいやってないところの掃除があるんですよ。で、それが、キッチンの,あの換気口なんですよで。換気口、油ギッシュってめちゃくちゃ汚いんですよ。もうね、5年ぐらい溜めてるんですけど。 だ,だけど、溜まってない状態で掃除しとけば溜まんないんですよ。でも、溜めれば溜めるほど、どんどん汚くなって、どんどん大掃除にならない、大掃除的にやらないとだめなんですよね。だから、ホコリも、去ってやれば、もう、なんだ、もう大丈夫なんだけど、もう、ためると雑巾がけしないといけないとかね。うん。 それ結局、その時に去ってやってない自分のせいじゃないですか <laughs>。ゴミもたまるのも、結局、その貯めてるのは自分じゃないですか。ねだって、最初、ゴミなんか、じゃあ、いきなりね、まあ、僕はこの前、大量に買ったんで、大量にこうありますけど、そんなに大量買いしないでしょ、30個も。まあ、この前はね、もう 20, 20点ぐらいあったんですよ。15点だったかな。15から20ぐらいあったと思うんですよ。そんな爆買いあんましないでしょ、一気に。<laughs> まあその食料品、食料品とかね、何点も買ったりしますけど、なんか普通のものですよね。うん、だからまあ、敷いても1個2個とかじゃないですか、普通だったら。まあ、そうすればいいだけだし。うーん。そのシンプルですよね。あなたは雨が降ったら傘をささないんですか、と。いや、ちょっと育ちが悪くてうつ病で、いや、傘させないんですよ、みたいなね。 いや、傘さすでしょ、濡れたくないから。<laughs> そのでも、まあ、松下さんの話ですけど、でも僕も、まあ、偉そうに言ってますけど、なんか、雨、濡れればええやんみたいな思ってたところもあるんで、うん、まあ、すごくシンプルなんですよね。うん、なんか、勝手になんかい、いろいろ理由つけて難しくしてるというか、やればいいだけなんで、うん、非常にシンプルですね。まあ、結局、 自分のせいなんです <laughs>。これあのね、認めたくないけど、認める、認めざるを得ないとご。まあちょっとゴミの話にしますけど、戻しますけど、ゴミが片付けられないのは自分のせいです。誰のせいでもないです。環境のせいでもないし、病気のせいでもないし。まあ100歩譲って、なんかその寝たきりだったら無理ですよ。まあ寝たきりだったら買い物できないので、ゴミもクソもしょうがないじゃないですか。だって買い物できないんだから。 うん、だからその手が動く足が動くなんかそのゴミ箱に物を捨てられる少なくてもその行動ができる、うん、その能力がある手が動きますその手が動いてゴミ箱に捨てられますでそのたまったゴミをゴミ収集のところに持っていけますっていう歩けるモテる、うん、それがあるんだったらできるでしょうとね <laughs> そう話ですよい、うん、ってらっしゃい